さすがにちょっと私のね、うん、さっき実力見たと思うんですけど、ちょっとあのハンデください。はい、うん、はい、大丈夫です。そこはお願いします。何がいいかな、ハンデ。じゃあ、うん、ジャックパンチだけで。おー、でもそれも結構、はい、マジ結構ハンデですよ、はい、え、ほんと他のなんかそういうなんかこう技をバーンとかな い, ない、ね、ってことですか。投げもなし。そう、投げもなし。ジャックってだってヘリ遅いでしょ。え、マジで私多分いけますよ。うん、ただあでもだってたジャックパンチの必殺は扱いますよ。あ、そういうことか、はいはい、とにかくジャックパンチのみ。そういうことあるんだ、はいはいはい、なるほどなるほど、わかりました。必殺技は使います。あ、なるほど。よし、じゃあちょっと早速やっていきましょう、はい、お願いします。はい、お願いしますまずは初心者夏菜が挑戦。錦織選手の攻撃はジャックパンチのみ。果たして。私はさっき覚えたチュンリーしか使えないんで、うん、やっぱブランコなんだ変じゃない。そう、やったことがないからな、これ。いやいや、チャンピオンですから。チュンリー勝てんじゃない。これね、まあ、分かんないわ。あれ、もうそれ、まあいいよ。いや、いけると思う、私も、うん、さっき覚えたてのコマ、ね、コマンドで。ファイト、頑張れ。お、いいよ。いいじゃん。ダッシュとかちゃんと決まって。あ、やばいやばい。あれ、ぐるぐるもジャックパンチなの。これぐるぐるジャックパンチ。うわぁ、いやぁ、出ない。なんかさ、え、ビリビリもジャックパンチなの。表現出しとこう、表現。え、幅広もジャックパンチ。やばいやばい、落ち着いて。うわぁ、怖いよ。なんでだろう、全然入ってない。ビリビリ、いいよいいよいいよ、いいよいいよいいよ。ジャグレスティックいいよ。いや、その受け身を前出してるの。前出してる。いいよ。うわぁ、怖い。やめて、出てない。落ち着いて。嘘でしょ。全然なんか防げないの、なんで。え、こっちだよね。後ろ、後ろこっちだよね。なんでだろう、後ろ側、後ろ側にガード。そうですよね。やばいやばい、短いくみたいな。やばい、全然。いいよいいよいいよ、頑張れ頑張れ。いいよ、ガードできてるよ。あ、やばいやばいやばい、波動拳出したのに。いいよ、ガードできてるから。なんか夏菜ちゃんもショーパンチだけだった夏菜ちゃんいろいろ出したいのに、パンチ出ないのよ。あ、でも出てる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 。 CA も使っていいのか。 CA も使っていいのか。ジャックパンチ出るから。ダメですか、ダメですか。 CA はいや、ジャックパンチ出るならいいですか。いいね、まあまあまあいいのかな。やばい、いいよいいよ、それずっと出てる。なんだこれは。おい、これジャックパンか。ジャックパン、ジャックパン、ジャックパン。これジャックパンなの。ジャックパンでこんなに出るのか。おい、聞いてないよ。早すぎる。こういうイメージしかないんだから、こっちは無理です。そっか、ジャックパンでできるんだ。すごい、なんでこんなに攻撃防げないんだろうってぐらい。いやもうそれは夏菜ちゃんがこっち側にねこっち側に入れてないから入れてるつもりなんだけど、入ってなかったとか。でもガードは結構されてますよね。そう、本当ですか。ちゃんとローリングアタックをね。悔しい。まあプロですし、ね、いや、まあまあまあ、まだまだ私はね、今日始めたてのペーペーなんで、はい、ちょっと次中英さん。あ、俺、うん、オッケー。続いては経験者中英が同じくハンデマッチで挑戦。果たして。いやー、どうだろうな、怖いな。中英はやっぱあの、うん、スト2世代の人たちって基本やっぱやったことあるんですよ、ひとしきりはスト2って。そうですよね。何使うんだろう、中英さん。中英さん何だろう。あのインドのあれどこいるの。あー、ダルシムだ、ダルシム。これはもうね、中英もらいましたよ。ありがとう、ヨガ懐かしい、ダルシム。そう、スト2のキャラはね、もうあの全員出てくるんですよ。ほら、ホンダが一番最後から出てくる。え、なに、飛んで登場するの。もうすごいんですよ。もう伸びてます。伸び伸び。嘘だ。